バフツサライの宮殿に実在する涙の泉、バフツサライの泉は、1824年に出版された、ロシアの詩人アレクサンドル・プーシキンの詩、及びそれに基づく、バレエ作品。バレエとしては、アールザハロフ振付、B ・アサフィエフ作曲の、全4幕のものが最も知られている。1820年4月。 自由主義的な施策が皇帝アレクサンドル一世のキーに触れたプーシキンは名目だけ管理の地位を保ったまま帝国の南部へ追放処分を受けた。最初の認知、ウクライナ中央部のエカチェリノスラフに到着すると発熱で伏せってしまうが偶然そこに旅行中のエヌ・ライフキー将軍の一家が通りかかった。プーシキンに同情的であったライフキーは 同行を持ちかけ、こうして、将軍一家と共に、カフカース地方を巡る4ヶ月間の旅に出ることになった。一行が、クリミア半島の旧都、バフツサライを訪れたのはその帰り際の9月である。16世紀に、バフツサライに建造されたイスラム教徒の宮殿には、涙の泉と呼ばれる噴水があった。これは、王子のクリミア半国の汗が、 思いを寄せていた、異教徒の女奴隷の死を痛み、涙を流す噴水として作らせたものである。プーシキンはこの時の見聞をもとに、翌1821年から2年がかりで600行から、なる、物語詩、バフツサライの泉を書き上げた。冒頭の二節は、以下の通り、ゼーリバース、ゼー、ゼー。ゼーゼー うつろなる目付けの儀礼は座敷り琥珀のキセルを、くゆらせつつ、恐れ大きい汗の傍らに集う無言の重木たち。音一つなき宮殿にいて、皆仰ぎてこそ知れ彼の人の陰うつたる顔にいずるは、怒りと悲しみならんと。されども君主は、誇り高し荒々しく手を振るや、一度頭を垂れて立ち去りぬ。大広間にただ、一人ほっと一息つくままになおも見識その学や、 騒ぐる心を示すらん。薄暗き嵐の雨雲の入り江の水面に流るごとく。ワインを数多く踏んでおり、構成としては、当時プーシキンが傾倒していた、バイロンの影響を受けているという。なお追放中のプーシキンは、収入が10等間の年俸700ルーブリのみで、生活に困窮していたが、この市の出版によって一度に3000円ルーブリの大金を、 手にすることとなった。ロシアではこの詩をバレエ化しようとする試みが1830年代からあったが、1854年にー、e、アンドレアノアが複数の作曲家による楽曲を組み合わせて最初のバレエ作品を作り好評を博した。1892年にはブイニジンスキーの父、フォーマ・ニジンスキーが嫉妬の被害者と題して作品化している。 ソ連時代の1934年に作られたザハロフ版は、序章・終章付き全4幕、上演時間は約2時間30分。B ・アサフィエフの音楽、N ・ボルコフの台本、V ・ホダセビッチの美術、G ・ウラノアのマリア役により1934年9月28日に、レニングラード国立歌劇場で初演された。 話の筋に関わりのないディベルティスマンをなくし、ポーランドの伝統的な音楽であるポロネーズや、マズルカに合わせた踊りで物語を再現しているのが特徴。ザハロフ版は、旧ソ連、東欧圏で普及しており、1960年代まで、ボリショイバレエ団で演じられたほか、今日でも、マリンスキーバレエの演目に残っている。二人のヒロインのうち、 マリア役では前述のウラノーアが、またたおやかな踊りのマリアとは対をなす。激しい気象のザレマ役では、ボリショイのエムプリセツカヤの名演が知られている。また、ウラノアが、ボリショイに移籍した後は二人の共演も実現した。共演は、映画、スターズ・オブ・ザ・ロシアン・バレエで見られる。近年では、シルビギエムが、 ゲストで、ザレマ役を踊っている。ボルサコフ版バフツサライの宮殿。現在は、ウクライナの観光名所。ケーブリューロフが、バフツサライの泉1849年プロローグ、第1幕、第2幕、第3幕、第4幕、プーシキンの詩の、原文は次を参照。池田健太郎、プーシキン伝1974年、中央抗論者。 ピアニッシも110から133引用した2節では1.3行目、2.4行目、6.7行目、14.15行目の末尾がそれぞれ同じ母音になっている。ザハロフ版はやや長めのため、中小都市のバレエ団では2幕に縮めたものも見られる。例えば、バシキール国立劇場のエスチェレグーロフ版やサラトフ劇場で上演されているものなど、 鈴木明、バレリーナの肖像 ISBN 978から44億323万1094。ありがとうございます。